どうも上原です東沢ですスターダストですよろしくお願いしますジュンちゃん俺送り人になりたいんだけどやめた方がいいよねいやそんないきなり否定しないからでも送り人っていうのはどっちの確か2つあるよね映画で有名になった脳幹視の送り人とあと株や FX で1億円以上稼いだ人も送り人っていいよねそれがどっちもなんだよ ほら俺「送り人」っていうフレーズに憧れてるわけだから <laughs> いやいや知らないけど <laughs> 2つあるならどっちもやりたいんだよえ送り人」っていうフレーズに憧れて送り人になりたいの何その特殊な憧れ方「ちょっちゅねに憧れてボクサーになった人と同じようなもんだよ聞いたことないよそんなやつそこは具志堅さんに憧れて何でフレーズの方に行っちゃうんだよ別にボクサーにならなくても好きなだけ「ちょっちュねって言えばいいしねボクサーにならなきゃいっちゃいけないわけじゃないだろ そんな否定しなくても。だ、悪かったって。<laughs> とにかくどうしたら俺二つの送り人になれるかな方法わかんなくて。それは農刊師として働きながら副業で株やって一億稼いだとかでいいんじゃないあおなるほど。じゃあ俺その二つの意味での送り人やるからんちゃんは夫を亡くして農刊を頼む奥さんやって。ああわかった。ぐすんぐすん。あなた私を置いて先に行くなんて。奥さん。 この度はご愁傷様です私今回農官を担当する農官士の東沢と申します農官士の方よろしくお願いしますこちらこそ 奥さんのためにもしっかりご主人を損切りします損切りどういう意味主人を損切り損切りっていうのは買った株の価値が下がって損失になる時に損失がこれ以上膨らまないよう切り捨てるように早く売ることを言うんですそれが損切りそれと同じように今回お亡くなりになりお金を稼ぐ能力のなくなったご主人を抱え奥さんがこれ以上損されないようさっさと切り捨てるお手伝いを人人なしですねあなたなんてこと言うんですか 死んでる妻の前で人として間違ってますよ失礼しました実は私副業で株や FX などの資産運用をしてましてついその用語が出てしまう癖がなら仕方ないかとはならないですよそれ気をつけてくださいで奥さん恐縮ですが今回の納棺の費用について先にお話をはい構いませんよ ありがとうございます。では、今回のお支払いの通貨は、ナンアランドでよろしいですか日本円でお願いできますか何ですか、ナンアランドって。南アフリカの通貨、ランドです。日本の一般的な家庭には、南アフリカの通貨なんてありませんからそうですか。では、トルコ・リラならいけます。リラもないですね円しかないので、円でお願いします実は奥さん、ナンアランドとトルコ・リラは高金利通貨で、スワップポイントを大量に稼ぐことができるで。何の してるんですすすかか資産運用の勧誘しししててるんんででで主人を納刊して欲しいんですけどでも奥さん、ご主人の保険金たっぷりもらったんでしょうそのお金運用してもっとがっぽり稼ぎましょうよ。今が人生最大のチャンスですよ。やっぱり人手出しだった副業とか関係なく人としてダメあの、早く納管してもらえませんかねわかりました。あ、電話が、すいません。 マジでこっちまだ農家の最中なのに。わかった、じゃあ。はぁ、あ、参ったな。何かあったんですかまた五輪中で、今月15回目なんですよ。そうなんですか忙しいんですね、農家師も。いや、買った株が五輪中だって連絡が。暴落したってことそんな表現使うんですか というか今月15回目めちゃくちゃ損してません運用下手なんですかあの株生前からはもう考えられない姿に暴落する前ってこと食べ盛りの子供もたくさんいたのに、うん、子会社がいっぱいあったってことかな奥さんにも頼られる本当にいい旦那さんだったんだけどうーん業務提携してる会社があったのかなそれが奥さんってことかなこの場合奥さんって言ったら株主でしょ普通あすいませんって知りませんよこの場合の普通なんて 奥さんがいっぱいいてね。一夫多妻制か、ここは日本なんだぞ、なんてね。うまくいってませんからね、別に。表現がピンとこないんですよ。というか、あの、株が暴落して大変なのはわかりますけど、早く主人の納棺してもらえませんかね。いつするんですか、する気ありますもちろんあります。で、すいません。さっき、お支払いの話が途中だったじゃないですか。実は、値上げの話をしたかったんですよ。値上げ いくらですか一億二千万円です。損失埋めようとしてるダメですそうですよね。じゃあ、ご主人このままで、僕もう帰りますね。いや、納棺もしてないし、お金もないし、二つの意味で送り人じゃなくなってるよだからやめた方がいいって言ったのに。俺のせいにするなもういいよ。